The Chief Matrix of Views and Perspectives システム工学、ソフトウェア工学、およびエンタープライズエンジニアリングにおける、ビューモデル、または、ビューポイントフレームワークは、システムアーキテクチャ、ソフトウェアアーキテクチャ、あるいはエンタープライズアーキテクチャの構築で使われる、ビューの整然としたセットを定義する一つの、フレームワークである。ビューは関係する。 関心時のセットの観点からのシステム全体の一つの表現である。ビューモデルはアーキテクチャの構築、分類、及び組織化にためのガイダンスとルールを提供する。1990年代初期からシステムアーキテクチャを記述し分析するための標準アプローチを定義するいくつかの努力が行われた。最近のエンタープライズアーキテクチャフレームワークのそれぞれは ビューのセットを定義したが、しかしこれらのセットが常にビュー、モデルと呼ばれるわけではない。普通一つのビューは、予見のシステムのためのアーキテクチャデータの特定セットを表す非常に具体的なプロダクトである。しかしながら、同じ用語は、時々、各具体的ビューを定義する特定ビューポイントと、対応するガイダンスを含むビュー定義を参照するのに使われる。 用語ビューモデルはビュー定義に関係する。ビューポイント及びビューの目的は複雑システムを人間の技術者に理解を可能にさせ、そして専門的知識ドメインを取り巻く問題と解決策の要素を編成することである。物理集約的システムにおけるエンジニアリングではビューポイントはしばしばエンジニアリング組織内の能力と責任に対応する。 ほとんどの複雑システムの使用は、一個人では、使用のすべてを完全に理解できないほど大規模である。さらに、我々はそれぞれ、予見システムに異なった関心を持ち、システムの使用を試す、異なった理由を持っている。事業の執行者は、システムの実装者よりシステムを作り上げるための、異なった質問を問いかける。ビューポイントフレームワークの概念は、 その利害関係者とのコミュニケーションを円滑にするため、予見の複雑システムの使用に、別々のビューポイントを提供することである。核、ビューポイントは、システムの特定の局面のセットに関心を持つ、聴衆を満足させる。核、ビューポイントは、そのビューポイントの聴衆のため、語彙と表現を最適化する特定なビューポイント言語を利用し得る。 ビューポイントモデリングは大きな分散システム本来の複雑性を取り扱うための有効なアプローチになった。現在のソフトウェアアーキテクチャ的実践は IEEE1471 に記述されているように、それぞれがシステムの特定局面に焦点を当てる、いくつかの関心領域に設計活動を分ける。例には4プラス1アーキテクチャビューモデル。 ザクマンフレームワーク、ザオープングループアーキテクチャーフレームワーク、ドーデフ、および RM アドフを含む。1990年代初期からシステムアーキテクチャを記述し分析するための標準的アプローチを定義しようとするいくつかの試みがあった。これらの多くは、米国防省によって資金が提供されたが、いくつかは ISO あるいは IEEE における。 国際的及び国家的取り組みから生まれた。これらのうち最も適切なソフトウェア集約システムのアーキテクチャ技術のための推奨されるプラクティスはシステムアーキテクチャが何であるかや利害関係者の関心を取り扱うためビューポイント仕様を使うのに大変有用な定義とガイドラインを提供する。IEEE 1471仕様は設計の前後関係。 進化的な設計及び既存システムの設計の獲得等を含む多数のシナリオの下でアーキテクチャの記述を開発するためのプロセスを記述する。これらのシナリオのすべてにおいて全体的プロセスは同じである。利害関係者を識別する、関心事を引き出す、使われるべきビューポイントのセットを識別する、そしてその後システムの適切なビューのセットを開発するのに、 これらのビューポイント仕様を適用する。IEEE 1471は定義するシステム、機能的および技術的なビューには言及していないが、それはビューのあらゆる特定セットを定義するほど遠くなく、また、それが何をするかわからないほど遠くない。結局1996年に RMODP のための ISO 参照モデルが、 大規模分散システムのアーキテクチャの記述と設計のための有用なフレームワーク提供して発行された。システムの一つのビューは、一つのビューポイントの観点からのシステムの一つの表現である。システムのこの視点は、その視点の関心事に関係する要素のみを持つ単純化されたモデルを提供し、詳細を抑制する、そのシステムに関する特定な関心に焦点を当てた。 一つの観点を伴う。例えば、セキュリティの視点は、セキュリティの関心に焦点を当て、セキュリティ視点のモデルは、システムのより一般的モデルからセキュリティに関係する、それらの要素を含む。一つのビューは、ユーザーに特定な関心領域の部分を調べることを、許す。例えば、組織ビューが、特定組織に該当するすべての機能、技術、及び情報を表現する一 一方で、一つの情報ビューは、特定な情報の断片を利用する、すべての機能、を組織、技術などを表現するかもしれない。ザクマンフレームワークにおけるビューは、その開発が、事業体の、何を、いかに、誰が、どこで、何時、あるいは、なぜのいずれかに焦点を当てることから、特定の分析と、技術的専門性を要求する作業プロダクトの、グループを構成する。 例えば、機能的ビューの作業プロダクトは、どのようにミッションが遂行されるかの質問に答える。それらは、プロセスとアクティビティモデリングで使った、機能分割におけるエキスパートによって、最も容易に開発される。それらは、機能のビューポイントから、事業体を示す。それらはまた、組織的あるいは情報的構成要素も、示すかもしれないが、 それらは機能との関係としてのみ示される。視点は特定な関心時のセットに限定するシステムにおける区画化を記述する一つのシステム工学の概念である。一つの視点の適用はそれらの局面における課題が別々に取り扱われ、得るため有用である。視点をうまく選定すればシステムの設計を専門的な特定領域に区分できる。視点は ビューを構築し、表現し、そして分析するための慣習、ルール、及び言語を提供する。ISO, IEC42010-2007 における一つの視点は、ここのビューのための一つの仕様である。一つのビューは、一つの観点から、システム全体の一つの表現である。一つのビューは、一つ以上のアーキテクチャモデルから構成されうる。 each such architectural model is developed using the methods established by its associated architectural system as well as for the system as a whole モデリングの観点はシステムの事前に選ばれた局面を表現することなる方法のセットである各観点は何をモデルが表現するかの異なる焦点概念か線面か及び可視化を持つ 情報システムにおいて、モデリングの観点を分割する、典型的な方法は、構造的、機能的、および振る舞い的、順序的観点を区別することである。ルール、オブジェクト、コミュニケーション、およびアクターや役割の観点を伴う、これは、モデリングのアプローチの分類の一つの方法である。与えられたどんな視点でも、その視点から視認されるオブジェクトだけを含む、 システムの一つのモデルを作ることができるが、そのシステムにおいて表されかつその視点に適切な、そのオブジェクト、関係、及び制約のすべての獲得もできる。そのようなモデルが、ビューポイントモデル、あるいはその視点からのシステムのビューと言われる。予見のビューは、与えられた視点から特定の抽象レベルでの、そのシステムのための仕様である。異なる抽象レベルは、 詳細な異なるレベルを含む。より高いレベルのビューにより、エンジニアは、設計全体を作りかつ理解することと、大きな問題を識別し解決することが可能になる。より低いレベルのビューは、エンジニアに、設計の一部を具体化し、詳細な仕様を開発することを可能にする。しかし、システムそれ自身において、主樹のビューポイントモデルに現れる仕様のすべては、 そのシステムの実現化される構成要素で取り扱われなければならない。そして、あらゆる予見の構成要素の仕様は、多くの異なる視点から描くことができる。一方で、特定の構成要素と構成要素の相互作用を超えた機能分散によって誘発された仕様は、典型的にオリジナルの視点を反映したより、関心の異なる区分を反映されうる。そこで、 個別の構成要素の関心とシステムのボトムアップな合成を取り扱う追加の視点が有用であり得る。一つのアーキテクチャ技術はいつでもその構成要素部分に関してどのようにその部分が機能しそれらの部分がどんなルールや制約の下で機能しどのようにそれらの部分がお互い及びその環境と関係するかについてのシステムアーキテクチャの一つの表現である。 アーキテクチャ技術におけるアーキテクチャデータは複数のビューおよびプロダクトを横切って共有されるデータでのレイヤーはアーキテクチャデータ要素とそれらの属性および関係である表現でのレイヤーはそれが何を記述し様々なアーキテクチャ分析を実施するそのアーキテクチャの目的を伝達し理解する資格手段を支援するプロダクトとビューであるプロダクトは 図式、表形式、あるいは文章的な表現として、アーキテクチャデータを視覚化する一つの方法を提供する。ビューは、プロダクトを横断することなく、アーキテクチャデータを視覚化し、アーキテクチャの特定、または、全体的観点のためデータを論理的に組織化する、能力を提供する。三層、スキーマ、モデルの表記は、1977年にデータを、 モデル化するための3つのレベルを決めた ANSI-X3 スパルク3レベルアーキテクチャによって最初に紹介されたデータモデリングの3層スキーマアプローチは1977年に登場した最初のビューモデルの一つと考えられるそれはデータ統合を達成する鍵として概念的モデルを促進する情報システムとシステム情報管理を構築する 一つのアプローチである。三層スキーマアプローチは三つのスキーマとビューを定義する。中心で概念的スキーマはユーザーが考えそして会話するように概念のオントロジーを定義する。物理的スキーマはデータベースに格納されるデータの内部的フォーマットを記述し外部スキーマはアプリケーションソフトウェアに表されるデータのビューを定義する。そのフレームワークは 外部スキーマのため使われるべき複数のデータモデルを許そうと試みた。数年を経て情報システムの構築における技能と関心はとてつもなく成長した。しかしながらほとんどの部分でシステム構築への伝統的アプローチはユーザービューとコンピュータービューの2つの個別のビューからデータを定義することにだけ焦点を当てた。 外部スキーマとして参照されるユーザービューからのデータ定義は報告書あるいは各個人が彼らのジョブを行うのを支援するため設計される画面の文脈である用途ビューから要求されるデータ構造は事業環境やユーザー個々の好みで変化する内部スキーマとして参照されるコンピュータビューからのデータは格納と読み出のためのファイル構造の基準で定義される コンピュータストレージのため要求されるデータ構造は採用される特定のコンピュータ技術と効率的なデータ処理へのニーズに依存する。4プラス1アーキテクチャビューモデル4プラス1アーキテクチャビューモデルは1995年にフィリップ・クルーシュテンによって設計された一つのビューモデルである。そのビューはエンドユーザー、開発者、あるいはプロジェクトマネージャーのような 異なる、利害関係者の視点でシステムを記述するため使われる。モデルの4つのビューは、論理、開発、プロセス、及び物理的ビューである。モデルの4つのビューは以下に関わる、加えて、選ばれた、ユースケース、またはシナリオが、そのシステムを描き出すため利用される。そこでモデルは4プラス1ビューを包含する。エンタープライズアーキテクチャフレームワークは、 エンタープライズアーキテクチャに関連する構造とビューをどのように組織化するかを定義する。エンタープライズアーキテクチャとエンジニアリングの規律があまりにも広く、かつ事業体は大規模かつ複雑になり得ることから、その規律に関連するモデルも大規模かつ複雑となる傾向がある。このスケールと複雑さを管理するため、アーキテクチャフレームワークは、 彼らが最も必要な時にタスクを焦点に持ち込みそして価値ある生成物を作成できるようにするツールや手法を提供するアーキテクチャフレームワークは情報技術と情報システムの統治で一般に使われる組織はあるシステム設計が承認される前に明確なモデルを作成することを望む同様に彼らは調達される システムのドキュメントに使われるべき明確なビューの特定を望む。米国防省は一定規模以上の投資プロジェクトの装置、サプライヤーによって提供されるどうで不特定のビューを規定する。王国の解説を持つザクマンフレームワークの単純化された描画オリジナルなフレームワークはより高度である。ここの例を見よ。1987年に IBM で ジョン・ザックマンによって最初に提唱されたザックマンフレームワークは事業体を眺めそして定義する公式かつコードに構造化された方法を提供する事業体アーキテクチャのための一つのフレームワークであるそのフレームワークは生成物がターゲットとするのは誰かと扱われる特定の課題は何かの両方を考慮に入れる一つの方法でアーキテクチャの生成物を 組織化するため使われる。これらの生成物は設計ドキュメント、仕様よびモデルを含み得る。ザクマンフレームワークはしばしばエンタープライズアーキテクチャの基本要素を表すための標準アプローチとして参照される。ザクマンフレームワークは米連邦政府によって事業体における変更を管理しそれらを支援するシステムの統合化されたフレームワークとして 世界的に受け入れられていると認められた。システムとその環境への5つの一般的かつ補完的視点を提供する r m o d p ビューモデル。オープン分散処理のための国際標準化機構参照モデルは分散化されたソフトウェア、ハードウェアシステムの設計を区分するためのビューポイントのセットを規定する。ほとんどの統合化課題は そのようなシステム、または類似の状況の設計に現れ、これらの視点は統合の関心から分離するのに有用であると証明し得る。RMODP 視点とは、ルマドップはさらに、以下を含む、視点間の整合した仕様を含める設計への要求を定義する。DODEF は、エンタープライズアーキテクチャ、または、 システムアーキテクチャを保管し、一貫したビューに組織化する標準の方法を定義する。それは、複雑な統合と、相互運用性へ挑戦する大規模システムに適して、折り、そして開発するシステムが運用する、外部顧客の運用ドメインを詳細化する。その、運用ビューの利用で明らかにユニークである。DODEF のビュー間の連携。DODEF は、図式。 表形式、あるいは文章手段を通して、アーキテクチャ技術の広いスコープと複雑さを可視化させ、理解させ、そして同化させるためのメカニズムとして演じるプロダクトのセットを定義する。これらのプロダクトは、以下の4つのビューで組織化される。各ビューは、下記に述べられるようなアーキテクチャの一定の観点を描く。 完全なドダのビューセットのサブセットは各システム開発のため普通に創作される。図は運用ビュー、システムとサービスビュー及び技術ビューをつなぐ情報を表現する。その3つのビューと相互関係は相互運用性や性能のような基準を引き出し、そして運用ミッションとタスクの有効性におけるこれらのメトリックスの値の影響を測定するため基盤を提供する。 米国連邦エンタープライズアーキテクチャにおいて事業体、セグメントおよびソリューションのアーキテクチャは詳細さのレベルを変えることにより異なる事業の展望と関連しているが別の関心を提供する。まさに事業体がそれ自身階層的に組織化されるようにアーキテクチャの各タイプによって準備されることなるビューもそうなる。 フィーチャリング実践ガイドは3つのアーキテクチャのタイプを定義した連邦エンタープライズアーキテクチャのレベルと特質定義では EA は基本的に共通または共有資産の識別に関わる EA は戦略によって駆動されるそれは各機関がその機関のミッションと戦略的目標及び目的に対してその資源が 正しく整合されているかどうかを識別するのを助ける。投資の観点から EA は全体として IT 投資ポートフォリオについての意思決定を促進するため使われる。したがって EA の一時的利害関係者はその機関がそのミッションを可能な限り効果的で効率的に満たすことを確かにすることを担っている上級マネージャーや行政幹部である。それとは 対象に、セグメントアーキテクチャは、中核ミッション領域、事業サービス、及びエンタープライズサービスのための簡単な、ロードマップを定義する。セグメントアーキテクチャは、事業管理によって促進され、市民と機関スタッフへのサービス供給を改善するプロダクトを提供する。投資の観点から、セグメントアーキテクチャは、中核ミッション領域あるいは、共通。 または共有サービスをサポートする事業、または事業のグループのケースのための意思決定を促進する。セグメントアーキテクチャの一時的利害関係者は事業所有者とマネージャーである。セグメントアーキテクチャは3つの原則を通して EA に関係する。最初に、セグメントアーキテクチャは EA によって使われるフレームワークを継承するが、それは中核ミッション領域。 あるいは共通、または共有サービスの特定ニーズに合致させるため、拡張及び特殊化されうる。2番目に、セグメントアーキテクチャは、エンタープライズレベルで定義された重要な資産を再利用する。3番目に、セグメントアーキテクチャは、事業戦略、代表権、標準及び性能測定のような、エンタープライズレベルで定義された要素を整合させる。 insert of, framework for modeling space systems, architectures Peter Shames and, ヨゼフスキッパーディファインド A nominal, set of views, derived from CCSDS RAZZ, RMODP, ISO 1746 and, compliant with IEEE 1471, illustration of the nominal, set of views, This set of views, as described below, is a, listing of possible modeling viewpoints, not all of these views may be used for any one, project and other views may be defined as necessary, note that for some unilieses elements.From multiple viewpoints may be combined into, a new view, possibly using, a layardly presentation, in, A later presentation disnominal, set of views was presented as an extended, RASS, semantic information model derivation, hereby RASS, stands for reference architecture for space data, systems, c-second image, reference architecture for space data systems, ムードトップレベル ontology based, on the nominal, set of views, in contrast to the previous listed view models, ディスノミナル、セットオブビューズリスツ、エイホールレンジオブビューズ、ポッシブルツーディベロップパワフルエクステンシブル、アプローチズフォーディスクライブリング、エイジェネラル、クラスオブソフトウェアインテンシーブシステムアーキテクチャーズ、この記事には、アメリカ合衆国政府の著作物である、アメリカ国立標準技術研究所が作成したの。 次のウェブサイト http://www.nist.gov 本文を含むありがとうございます。